執行の話に移りたいと思います。代執行とか行政代執行などと言われています。なお、この執行の話については、私、こんな本を書いてます。お屋敷条例に学ぶ条例作り教室。このイラストがなんか僕のアイコンとなってますけどね。この本の中で、様々な強制手段の話についていろいろ書いてますので、興味のある方はそちらの方で詳しく勉強してみてください。さて、教科書ですと234ページです。行政代執行、あるいは代執行と単に言われることがあります。概要ですが、代替的作為義務について、行政が義務を課せられた私人の代わりに、その義務を履行して、後からその費用を私人に対して徴収する手続きのことを行政代執行、あるいは単に代執行と呼びます。何度も言ってる通り、この建物を、持ち主 X が壊せと言われてるのに、いつまでも壊さないから、代わりに壊すということです。代わりに壊して後から費用を持ち主だから X の X に対して徴収をすると、そういったような手続きです。まあ建築基準法の除却命令とかね、あと最近ですともう多いのは空き家です。空き家条例、空き家法に基づく、空き家特措法に基づく、こういうその除却命令について代執行が行われるということが非常に多いです。さて、代執行については通則法として行政代執行法が制定されています。でその特則がですね、建築基準法とか土地収用法なんかに置かれています。まあいいでしょう。でちょっと行政代執行法をちょっとまた見ていきましょう。まず2条でも書いてあるように、法律により直接に命ぜられまたは法律に基づき行政庁により命ぜられた行為であって、他の他人が代わってなすことができる、つまり代替的な作為義務についてですね、この履行の確保のために使うことができるのが代執行です。で代執行の要件としてよく出てくるのが、ここで出てくるですね、他の手段によってその履行を確保することが困難であるという、まあ、いわゆる補充性の要件、そしてかつその不履行を放置することが著しく公益に反するという、まあ、緊急性の要件なんていうのが課せられるんだけど、まあこれがあるからなんかその他の手段でも履行確保できるんじゃないのとか、そこまで緊急ではないんじゃないのという場合は代執行はできないんじゃないかとも解釈できるので、まあ行政としてはね、やっぱりあんまりその強権発動はしたくないという行政の職員の習性というか心理というのも働いて、この2条の中に書いてある規定、緊急性とか補充性の要件のおかげで代執行手続きというのが過度に抑えられてきた、ほとんど行われてこなかった一つの理由と言われています。もちろんその行政の強権発動なんてそんなに早々行われていいものでもないので、こうした傾向それ自体をね、一概にダメだと言っちゃうのもなんなんだけど、でも本来行われるべき、その代執行も行われてこなかったっていうのは、ちょっとこれはやはりですね、最近、反省が迫られている点と言われています。あとまあいろいろあるんだよ本当に。これについては戦後ね、ちょっと例えばまあマスコミさんとかがね、この手の代執行なんかやると行政の強権発動だって言ってすごいなんか批判批判批判という人たちが多かった。最近でもよくあります。例えばこう違法建築物について除却で代執行なんてかけたりするとね、まあお金が何百万何千万単位でかかるんですよ。で何百万何千万単位でかかるんだけれど、でそのお金って結局その徴収できればいいんだけど、義務者からね全額徴収できることはまあまずまれです。そうなると結局飲んで何百万も何千万もかけて、それは結局税金から拠出したのかよみたいなことをやっぱりまたマスコミさんが書くんですよ。そうなるとまあやっぱ担当者としてはやりたくないなっていうふうになっちゃうところもございまして、どうなんですかね、皆さんもちょっとその是非については考えてみてください。さて、234ページの括弧いいです。代執行の手続きということですが、代執行は強制的な手段であって、やっぱり権利侵害の危険性が高い、特にまあ財産権の侵害となる可能性が高いので、慎重な手続きが求められています。例えばですね、文書での戒告というのが必要です。そして、戒告をしても言うことを聞いてくれないときに、代執行令書というのを持って、その時期や費用について、通知をする必要があります。これが、行政代執行法の3条1項と2項の規定です。で、皆さん、行政手続きのところで散々喋りましたけど、行政手続きってのは、あれはね、法令で行政処分ですね。ちなみに今日お話ししている代執行はどれになるんですかって言うと、これです。権力的事実行為です。これです。
これなんだけど、まあ、ともかく、行政処分を課すときにも、慎重な手続きを踏みましたよね。不利益処分になります。大事故の場合は。ちょ、待って、除却命令の場合は。だから、弁明の機会を付与して、処分基準で理由の提示をするというような形で、慎重な手続きを踏んでいるんですが、その上、さらにですね、この除却命令を出すときに、慎重な手続きを事前手続きとした踏んだ上で、さらにこの除却命令を、この X が履行しないときはですね、まず、戒告をする。それでも履行しないときは代執行令書で時期や費用について通知をする。それでも履行しないときにようやく代執行ができるという仕組みになっておりまして、何重にもですね、その念には念を入れた、その予防というか防御措置が取られています。で、その中のどこかの段階で、代執行にかかるまでのどこかの段階で X が、ちょっと本意してですね、この建物を自分で取り壊すということになったら、そこまでの手続きはそれで終わりです。なんだかんだ言って結局最終的に X がやっぱ自分で取り壊してくれるのがそれが一番望ましいからなんです。ということでございます。ただ、危険が切迫しているような場合、例えば、まあ、空き家なんかでね、もう、例えば、今日も嵐だけど、例えば、秋頃になって、来週すごい超巨大台風が来てますみたいな時に、こんな、開国をして代執行令書の通知をしてなんてやってると、大体これ何ヶ月単位で考えなきゃいけない話ですからね。こんな風に何ヶ月も待ってる余裕はとてもないですという時は、時間的な切迫性を理由に緊急代執行というのを行うことが認められています。これが、行政代執行法の3条の3項です。あとはですね、代執行の責任者、現場の執行責任者というのは、本人であることを示すべき商標というものを携帯し、要求があるときは何時でもこれを提示しなければならないという規定が、行政代執行法の4条に置かれています。こういうふうな、事前手続きが厳重に行われております。で、なおですね、ちょっとここまでやってこなかったんですけれども、この手の行政、行政処分をかけて、例えば除却命令な除却命令のような行政処分をかけて、そして執行に持っていくという、そういうプロセスを経るんですけれども、ここまではやってこなかったんですが、学説上はいろいろ考え方あって、理論的に本当にそうかっていうのはいろいろあるんだけど、少なくとも実務の確定した取り扱いとしては、行政処分って相手方が確知できなければ下すことができないってされてます。これは実務では確定した取り扱いです。つまり、なんか誰かよくわからない。これだったら岩田石材店って書いてあるから岩田さんっていう人がなんか持ち主なのかなとか思うけど、誰のもんだかわからないボロアパートとかがあったりして、誰のものだかわからないけどこの建物の持ち主はこの建物壊すようにっていう命令って出せないんです。じゃあどうするのっていうと、それこそ今流行りの空き家対策特別措置法などでは、後でやりますけど、固定資産税情報というものを、目的外利用して、この建物、誰かしら固定資産税を納めてるはずだから、その固定資産税を納めている人に、からたどれば本物の所有者が見つかるんじゃないかっていうことで、固定資産税情報を活用することを法律で認めたり、これは個人情報保護法の例外ですけれども、あとはね、235ページに略式代執行っていうのを書いておきました。これは相手方が誰であるのか過失なく確知できないときは、抗告を行った上で代執行を行うことが認められております。こういうのを略式代執行と言います。ただね、さっきの緊急代執行と紛らわしいんだけど、緊急代執行と略式代執行って全然違う手続きです。略式代執行のこと簡易代執行ということもあって、本当にややこしいんだけど、略式代執行って何が略式なんだかよくわからない手続きで、全く別物だと思った方がいいです。略式は何が全く別物かっていうと、ちょっとよく読んでもらいたいんだけど、義務を課すっていう手続きがないんです。つまり何が言いたいかっていうと、さっきのこの建物の除却とその代執行だったら、まず X に対する除却命令を課し、その上で X がいつまで経ってもその義務を履行しようと、除却する義務を履行しようとしないから、代替的作為義務ですが、だからこそ、開国して通知して最終的には代執行っていうのをするわけなんだけど、これ誰のもんだかわかんない建物ですよっていう時は、さっきも言ったけど、除却命令が出せないんですよ。だからこそ固定資産税情報などを活用して、除却命令の相手方を突き止める作業が必要になるんですが、それでもどうしても突き止められない時ってのはあります、それは。そういう時どうするかっていうと、
もう広告を行った上で一定期間が過ぎたらこの建物を壊しますっていうことを行うんです。こういうのを略式代執行と言います。で、こうやって考えるとね、ちょっとね、ここまでの話とは異質なんです。後でこの話についてはまた触れることがあると思いますので、その時また思い出してください。さて、この代執行、権力的利益行為だという話はしておきました。でね、権力的利益行為だ、権力的利益行為だというと、何が嬉しいのかというと、取消訴訟の、対象にすることができるんです。取消訴訟の対象になります。公権力の行使と意思として。処分性があるなんていう言い方をするんです。ただね、そうなんだけど、代執行っていうのは、まあ、きちんとした建物、この手のきちんとした建物の代執行ならば、まあ、数日から数週間は普通かかりますので、まあ、訴訟を提起して執行停止の申し立てをすればいいということになるんですが、ものによってはあっという間に終わっちゃう場合があります。例えば、段ボール小屋とかテント小屋、ホームレスさんが住んでる段ボール小屋とかテント小屋の撤去なんて、あっという間に終わります。あっという間に終わるときに、これから段ボール小屋の撤去が始まるぞというときに、そこから裁判所に駆け込んだってもう終わりです。というのは、これは訴えの利益という問題がございまして、その取り消しの実益が、ここでは、まあ、公権力の行使、まあ、処分、あるいは、まあ、権力的利益行為なんですが、取り消し訴訟って、取り消しの対象を取り消す実益がなくなると、もう、訴えを継続することが認められなくなるんです。こういうのを、訴えの利益というんですけれども、代執行については一般に、代執行が完了すると、訴えの利益が失われると考えられております。こういうことで、じゃあどうすればいいのっていうと、戒告とかですね、代執行令状の通知っていうのは、その後に行われる代執行の予告的な機能があります。そこで、この予告的な機能がある、戒告とか代執行令状の通知について、それ自体は権力的な事実行為ではないんです。それ自体はね、この非権力的なんですよ。もうすぐ代執行が行われますよっていうのを通知するだけなんで、権力的じゃないんだけど、便宜上、代執行令状の通知とか、あるいは戒告の出された段階で、取消訴訟を提起するということが認められています。実務ではそうです。はい、続いて、括弧上です。費用の徴収です。費用の徴収は行政上の強制徴収手続きの例により行われます。国税滞納処分の例によって行われるということです。後で強制徴収の話をまたいたします。で、何度も先ほども申し上げましたがね、執行費用は場合によっては数百万、場合によってはもっとかかる数千万に及ぶこともあるんですが、その全部をその義務者から徴収できることは稀です。だってね、まあ考えりゃわかるけど、義務者だってそんな金に余裕があるんだったら自分で取り壊すんだよ。だってその後処罰されるかもしれないんだし。で、それをできないってことは、やっぱ義務者もね、視力がそんなにないんです。となると、結局その取りっぱぐれが起こってしまって、そういうのを批判する人がいたりするから、またその代執行が行われなくなる一つの原因となります。いろいろあります。代執行が行われにくい理由は、権力的な印象を与える、強制的な印象を与えるから、あんまりやりたくない。まあ、細かいことでケチつけられたりするからね。あとは今言ったみたいに、費用の徴収がうまくいかない。あと、まあ、こういったようなこともあって、その代執行の実績がほとんどなくて、それこそ代執行が行われたことがニュースになるぐらいなんです。前も言ったでしょ？犬が人を噛んでもニュースにならないけど、人が犬を噛むとニュースになるって。で、そういうふうに、ほとんど実績がないので、ノウハウの蓄積がない。といったような理由で、代執行、実際に行われる局面はとても少なかったんです。でも最近はですね、必要に迫られて、やっぱり空き家問題がですね、非常に大きくなってきたことも受けて、代執行、昔に比べると比較的行われるようになってきました。で、市民の代執行に対するアレルギーというのも昔ほどではないと言われています。私なんかも正直、だから代執行だから何なのっていうのがあります。はっきり言っちゃうとね、成田空港の作るときとかに、いろいろ代執行したりして、当時の行政がすごい批判を浴びたりしたんです。いろんなことがあったんです。まあ、そういったようなことが、事情としてあります。代執行はこの辺にしておきます。